みんなのお肌の相談に乗りながらギャルメイクをしよう。あっけんじゃーい。何をしてんの。祝案件でございます。みんなギャルジャパンのみんな聞いて、やばくね。戻ってきてくれ早く。今日は機嫌いいで。さあということはですね、今日は視聴者の皆さんからちょっとお肌のお悩みをちょっといただいて、それにまあ私たちお答えしながら荒川にちょっとギャルメイクをしてもらいたいなと思うんですけども、うん、というのも今回あの第一三共ヘルスケアさんがうちのニキビ治療薬を使ってみませんかと声をかけてくださったんです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなに大人がいるのおかしいもんね。初めてよ。初めてやね、ギャルジャパンで。私ら2人でカメラ1台でやってるのに、こんな小生意気な場所で。そうやで。春も今日はもうね、声が大きいもんね。いや声は出してなんぼよ。もうでだから今回第一三共ヘルスケアさんがちょっとね、これどうですかっていうのに出してくださったのが、まずマキロンアクネージュメディカルローションとマキロンアクネージュメディカルクリームでーす。マキロンアクネージュはマキロンブランドから出たニキビ治療薬なんです。治ったと思ってもしつこく繰り返す無限ループするしつこいニキビに殺菌、抗炎症、血行促進、角質軟化の3つの有効成分でニキビを集中治療してくれるって。ニキビの進行メカニズムを考えたニキビ治療薬で、ニキビが出る場所は人それぞれ違うけど、なんとできた部位とその状態に合わせて治療薬が選べるらしい。しかも無香料、無着色、エタノールフリー、弱酸性でお肌のことを考えた処方らしいよ。ナレーションうまかったでしょ。問いかけんなよ。うまいやろ。私、まあ、まあ YouTube で初めてしたナレーション。確かにね。私あのキャラボーンっていう番組のナレーションと、うん、パチンコ番組のナレーションずっとやらせてもらってたから。どの2つやねん。漫才の出番よりナレーションの方が多い日やった。そうか。そうなんです。どんだけ大事な文言って分かってて、どうしても私にやらせてくれって言って、春に頼み込んでやらせてもらいました。で今回やってくださったんですけど、それがまあこちら2つね、うんうん、でまずローションの方は毛穴が詰まったりのでき始めのニキビ、まあ、おでこやデコルテのあたりで、こっちのクリームが、まあ、腫れて赤くなったりとか、そういうニキビに、まあ、顎、口周りとかにポツッとできたやつにつけるのがいいらしい。で私とかな、その口周りとかにできたり、それこそおでことかようちょっとできやすいタイプやね、うん、でもこれってやっぱニキビ治療薬っていうのがあることは私知らんかったから、今までなんか洗顔を変えた方がいいのかなとか食生活なんかなとか悩んでたけど、あこういうのがあるんやっていうのをこのお仕事もらって知って、うんうん、それがすごい。だからめっちゃ嬉しかった。こういうのあるんだっていう発見にもなったし。そうだから私も上京してきて不摂生がねすごくて、確かにね、1日ご飯食べんと夜中帰ってきてお茶漬け、焼きそば、うどんとかトリプル炭水化物で食べて寝るみたいな毎日をしてたんよ最近。ほなもう肌がめちゃくちゃ荒れてきて、ああまあそれはあれだよな。そうでニキビとかもちょっとできてきたから使わせてもらおうかなと思って。確かにいいよね、こういうのがあるっていうのが。だからでき始めに塗ってそういう治療していくっていう感じのね。だハルネージュ。何がアクネージュとハルネージュのコラボです。おめでとうみんな。私ハルネージュでやってないのアクネージュさんとコラボしたハルネージュに変わらなあかんねん。これはこれはね、ニキビ治療薬のアクネージュ、はいはい、でハルネージュはあのツッコミ治療薬。じゃあ何がじゃ何の治療。あなたのマシに行きますよ。邪魔やろ。ツッコミに行きます。ツッコミに行くやついらんねん。ちょうど刈り上げと同じぐらい。何がなん春のこの髪型とちょうど同じぐらい。アクネージュと私の刈り上げ一緒なん知らんて。でとりあえずこのねメディカルクリームとメディカルローションの2つをちょっと今回は紹介させていただきます。ギャルメイクの前にこれ使うらしいのよ。はいはいはい。化粧水とかの前に使うらしいのね。じゃあ早速使用させてもらいましょう。さあまずは洗顔後の清潔な肌にマキロンアクネージュを塗ってもらいたいので、まずは洗顔からしていきましょう。はい、アライネージュ。じゃあいらんてそのアクネージュの文字に。アライネージュ。いややなこの待ち時間。マキロンアクネージュ。じゃあいく CM 後編で。こんな状態で来るわけない。ちょっと待って、もう一回もう一回かして、もうちょっと白くなってこれ行こう。はい、行くだろ。うん。マキロンアクネージュ。もうええわ、早く洗ってほしいのよこっちは。春って人が洗顔してる時が一番楽しいんや。そんなことないよ別に。春の趣味、人の洗顔見ること。キモすぎるやろそんな趣味。じゃあ洗い終えましたか。はい。じゃあ春も洗顔。はい、
させてもらいます。すみません、ちょっと春すっぴん NG なんですよ。実はね、すいません。こんな大人をって静まり返って、私。はいはい、あのしても早送りやから。マキロン、アクネージュ。言うわけないやろ。なんで顔沈められなかった。吹き立ても入れてもらえる。マキロン、アクネージュ。なんでしょもう。すぐ沈めるやつやめろ。はい、ということで洗顔終わりました。せーの、早速使わせていただきます。初めてやったやん、こんなそれ合わせ技とかないやん、これにいつも言ってるよ。普段私が言って、お願いしますとかやん。ちょ、何を急にびっくりしたわ、今。では、早速マキロンアクネージュを使わせてもらいましょう。マキロンアクネージュは治療薬ですので、洗顔後、清潔にしてから使用してください。はい、じゃあ私はこの、はい、クリーム、クリームタイプ、クリームタイプ。こちらのクリームタイプは顎や口周りなどのフェイスラインを中心にピンポイントで使用するらしいです。あ、吹き出物もいけるやん。よかった。オッケーオッケー。吹き出物。じゃあもう家ぐらい確認してるやん。18ギャル。18グラムやろ。18ギャルってどんな単位？ないっぱい入ってるね。結構軽いのにいっぱい入ってる。ギュッと入ってね、うん。じゃあ使っちゃってください。わ、すげえ。見てこれ。めっちゃ先がピュンってなってるの。そう、あの出すぎてイライラするやつない。あるけど。ちょっとずつ出る。あ、だからほんまにピンポイントでやりやすいね。やりやすい、やりやすい、うん。めっちゃいいやん。あ、鼻の横ね。ちょっとなじます。肌触りがめっちゃいいよ。滑らか。うん。そう、中指だけネイル取れちゃってさ。気になってなかったわ、私。中指だけ取れたんですよって中指だけ立てて無事切られたことあります。そりゃそうやろ。見せ方間違えてね。一瞬やん。あ、ほんまや、綺麗に、うん、トントントンって。じゃあ私もローションタイプ。ローションタイプは、うんうん、その額や鼻とか、はいはい、T ゾーンを中心に顔全体とか、まあ、デコルテ、うん、この辺とかもできたりすんねんけど、面でいけんねんな。そう、そのいうとこに使用するらしい。私デコとかもこの辺りね、押し当てる感じでね、押し上げる感じ。トントン、押し上げー、うるさいな。このね、生え際のあたりとかがちょっとできたりするのよね、おでことか。前髪が擦れたりとかで。だからこう私みたいにこう生活荒れてきて、うん、ニキビ最近できてきたみたいな、最悪 PM も竹縄みたいな、ヤバすぎ新作とかの人も使えるし、春とか結構前から、はい、そう、そう、ニキビだるいわみたいな感じで言ってて、うん、私の妹も結構悩んでて。ああ、そうなんや。そう、ほんでこの話いただいた時にいろいろ喋ってて、ほんま年でニキビみたいな。わかるよ。で、なんか女子にとってはさ、お肌ってめっちゃ大事やん。大事、大切だけど、なんかこう安易に、うん、妹におるらしい、妹の周りにも、うん、え、ちゃんと顔洗ってないだけじゃんみたいな。うわー、洗っとるわー、こっち切れてた。ほんま今も言ったね、こっちはとか言って。今ほんまに私が怒られてる気持ちになったわ。そぐらい、そうやね、真剣。どんだけケアしててもできてしまうっていうのあるやんか。こればっかりもしゃあないからな。そう、だからこれ集中的にっていうのはええよな、うん、いい。で、部分部分によってその使い分けれたりする。そうやな、それもいい。いや、これでもほんまに治療薬って言うから、なんかお薬的な匂いとかをせえへんねん、ローションも。すごい。めっちゃ好きや、この匂い。では、マキのアクネージュを使用させてもらったので、うん、このままスキンケアをしていきましょう、うん。スキンケアの前にやるんやね。そうそうそう。じゃあ、ここからは荒川にギャルメイクをしてもらいながら、はい、皆さんからいただいたお肌のお悩みにエルフなりに答えていきたいと思います。はい。最近カラコンはね、クーちゃんの新色が神。ちょっと、あの、すみません、カメラ回ってないんですよ。え、そういうボケなんかなと思って、伝わってないしなと思って。そしてどこまで可愛いの。いやいやいや、呆れる自分の可愛さに。はよ回して。はい、やっていきたいと思います。よかった。最近はカミちゃんのカラコンの新色が神ですよ。カラコンも変えたりしてんねや、やっぱり。最近変えた。いろいろね、ちょっとお悩みもいただいてるので、はいはい、でもやっぱりこの結構お悩みいただいたんですよ、うん、でも
やっぱり結構多いのがやっぱマスクをつける時期やから、そうやな、マスクのだから顎、口周りとか顎とかのニキビがよくできますっていうのが多いな、うん、春もさっき言ってたな、顎と私もずっとやね。でこれってマスクをつけるから見えへんっていうメリットもあんねんけど、うんうん、外したらやっぱ増えてたりとか、お家帰った時。そう、それ妹もめっちゃキレてた。妹が LINE でバリキレてて、え？長文で怒ってるやんごめん今チラッと見えたけど思ったよりキレてた。ニキビできる人にもいろいろ種類あるけど、私は寝不足やったり食べ過ぎて胃荒れてる時、あと何より敏感肌で引っかいちゃったり、ちょっとするだけでニキビができるタイプやから、コロナ始まったくらいのマスクつけなあかん時期がとにかく荒れてやんだ。荒れてもマスクはつけ続けなあかんから治らんくて、荒れる、ファンで濃く塗って隠す、余計荒れるの悪循環を繰り返してた。私は脂性肌やと思って謎におろそかにしてた保湿を見直してだいぶ変わったとか。あ、そうね、私もでも脂性肌やと思ってん、うん、けど乾燥肌の方ですって言われて変えて、鼻周りじゃないけど、嘘、確かにそれあった。確かに、だからスキンケアとかをまた見直して、そういうので分かることもあるし、うん、だからそういう時にこういう治療薬とかで、あ、そうか、スキンケアの前に塗ってスキンケアも変えたりとかね。そうそう、で、でき始めとかやったらちょっとね、塗ってとか、うん、そう、私は結構めちゃくちゃ乾燥肌やねん。あ、そうなんや。そう、てかほんまに人それぞれあるもんね。人それぞれちゃうもんな、肌ってな。でもこれも多かった、女性の女の子の日の前だけデコルテとか、その辺にニキビができちゃうねんて。すいません、私ら、あの、女の子の日のことを、うん、おーハッピーデーって呼んでる。いや、もうええわ。紅生姜の稲田美希さんが教えてくれて、うん、そう、もう統一しよう。ライブで統一しよう、呼び方。うん、おーハッピーデーって呼んでそうそう。あの、おーハッピーデー前の時分かるよな。分かる。食べ方とかで、うん、あんたもうそろそろ来るんちゃうんとか、お互い言い合ってもな。そう。で、やっぱりちゃんとその、来る前とかは、本当にニキビできちゃったりとか。そう、あんた今日どうしたんみたいな、お肌大丈夫みたいな言った時に、春が、いやもう、多分前やわ、みたいな言ってたもんな。だから今まではだからこのアクネージとかそういう治療薬があるっての知らんかったから、うん、放置してまた治ってできてみたいな。 それのせいにしてた部分は。そう、これは100均です。いっぱいあるね、やっぱいっぱい食べちゃった女の子の、あ、大ハッピーデー前とかで、あれやんな、食べちゃって次こっち体内が荒れんねん。そうで、ポチポチってなんかできちゃう。そう、だってそう、妹が言ってたけど、うん、体内ってもう全部お肌に出るからって。あ、そうな、このこっからの食べたもん。そう、だから食べるもんとかも気ぃつけなあかんけど、そう、ハッピーデー前はそれがもう食べちゃうやん。それなのよ、こればっかりも仕方がないからな。写真撮るときに限ってできちゃうとか、はい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 、はい、そういうときに限って赤いニキビが目立つとか。なんかさ、アプリもさ、逆にさ、粒立ててくるときない？ニキビを、うん、あ、でもあるかも。わかる、加工でなんか逆にわかりやすくなってんねんけどみたいな、あるあるある、あるよな、ポチっていうのがやっぱ目立ってしまうよな。ハル自身は、私自身はでもほんま昔ほっぺたが多かったの最初、うん、触ったあかん触ったあかんって思うんだけど、触ってしまって痒みがあるってこと？痒みもあるし、なんか気になんねん、どうしても。学生時代汗とかかいて、あのバレーボールやっててんけど、スポーツで。春バレーボールやってたんだ。そう、あの引退試合の話言っちゃって。だからその引退試合をちょっと顧問の先生が来られへんと。そんなことある？まず引退試合に顧問の先生が来ないとかありえないんですよ普通に考えて。どうしても来られへんってなって、うん、バスケ部の顧問の先生が急遽代理で来てくれて。そんなことある？ほんまに、まあ、引退試合やから、うん、レギュラーも6人決まってて、私もレギュラーメンバーやってんけど。え、全員で何人やったの？全員でも12人。お、13人とこったんかな、うん、まあ、レギュラー陣で最初スタート頑張ろうってなってて、うん、先生は全員を出してあげたいと。引退試合な、3年生全員を勝つことよりも全員で出たい、うん、けど12人おるから、もう全員、もう引退試合って絶対勝たなあかんもんな。勝たなあかんねん、もう勝って思い出残したいから、うん、で行こう行こうってなって、ずっとメンバーチェンジメンバーチェンジみたいな、うん、1球打つことにメンバーチェンジしてて、え、そしたら審判がピピって鳴らして、あの空気止まるので、あのここからメンバーチェンジ禁止ですって言って、ルール違反、ルール違反、うん、まあ、これはもうルール違反ですって言って、うん、私ベンチやってんその時。でも最悪やと思ってコートパッて見たら幽霊部員6人が揺れてて全員幽霊部員ストレート負け、そっから。で顧問の先生が半だけでごめんなかって、ようそんな顔できんなって。私さその話さ、始まりから最後までアホすぎて好きやねん。全員がアホじゃない出た人さ、普通さ、その分かるくない部員も、じゃあ何で言われんの？で後輩とかも泣いてくれてんけど。じゃ
やいやいや、普通に考えてさ、そのルール知らんさ生徒もアホやしさ、バスケ部をさ送り込んださ学校もアホやしさ、あれ始まりから最後までアホやから、あれやっぱどうしても忘れられへんな。でも練習はするけど真剣にもやってたよちゃんと。じゃ分かってるよ、みんな一生懸命やってて、うん、先生も忙しいのに駆けつけてくれたとかもさ、そうそういう思いもあってん、ちゃんと全員引退試合っていうやけどみんなで頑張るな、今まで来てなかったやつが揺れてたよ6人全員がまあ引退試合来てくれたことが嬉しかったけど、幽霊分野ってでメンバーチェンジで普通ギリギリやん、ギリギリそのヤバいとか流れ変えない、そうそうそう、そこで作りでさボンボン変えられたら腹立つよな。で後輩がなんか歌みたいな歌ってくれたんけど一切響かんかった情けなすぎてでもあのそういうバレー部やっててで、そうできててんけど何の話やったっけこれもう引退試合で全部飛んだわ。あでもこれあるよね、見た目ちっちゃいのにちょっと触った板ニキビ、あこれ今私のここにあんのよ。え、それってマスクぶつかるの？マスク当たんねん。痛い。多分マスクで擦れて多分できちゃったんかもしれん。だからそういうのも、でもこれも機能できて。春よくキスするんですよ。はい。誤解生むで。はい。その春が王将で働いててね、うん、2人社員さんと彼氏がおってんな。そう。社員さんと付き合いしてて、うんまあ、別々の店舗の社員さんやったんやけど、まあ、別の時期でね。はい。そうそう両方の駐車場でキスしたんですよ。燃えてキスね、じゃキスね、その時は当たるのかな、じゃあその時はもう知らん、6年以上前のことやねん、いやギリ当たらん位置ちゃう、あそうよかった、何やねんこれいやだからこれもさでき始めやから今日気づいたんや、そう今日できたから、これはでもクリームタイプね多分私が塗るの、そうやな、でも結構やっぱ「お肌のお悩みください」って書かしてもらって、うん、結構来たから、うんうん、やっぱり皆さんちょっと悩んだりしてんのやな、お値段が1320円からそんな高くないやん、ああそうやね、学生さんとかでも買えると思うから買える買える、あクリームタイプもローションタイプも両方とも両方一緒や、1320円、こっちやったらだからデコルテだったりとかさ、おでこ T ゾーンとか、うん、でこっち口周り顎とかのピンポイントでとか、それ使い自分の用途に合ったやつで選べるのがいいよね、でも結構鼻とかおでこによくできやすい、眉間嫌やな確かに、あーでも写真撮る日に大量にできちゃうとかがよう多いね、最近メイクのね違うところは、まあ、カラコンとちょっとキラキラ、私さもう、うん、花粉でまぶためっちゃガスガスでさ、ノリめっちゃ悪いねシャドウだけ、あーそうな、まぶたが多分花粉かな、だからもう急行突破出て、えごめんもう急行突破出ました私、何グリッターもうブチブチ塗ってます、もう直塗りだからキラキラしてんの今それ、そうだグリッターって多分なんかちょんちょんって置くやつっぽいね、うん、知らんけど、だけどもうこれぐらいのやつをもう思いっきり塗らないと塗らんねんな、えでもめっちゃ目元、ごめん入ってもた、キラキラしてるけどいいけどな、いいよ入っても、いや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 、その急になんか出てきたからキモってなるからと思って声質みたいな感覚でコントロールして別にいいよ入っても、あ入ったらあかんとこみたいなそうかそうか別にええんかでもめっちゃキラキラ好きやからもう、うん、とにかくもう目をキラキラにしたいんです私は、グリッターってどこに塗るの、目は宝石箱、本当にアイメイクは宝石箱です、怖いってその顔、私のグリッターってどこに塗るのスルーやったよそれでしょ、だってグリッターってその知らん知らん、調べてみて一回、あ調べて本来は知らん、あーでもやっぱまぶたとこの下の部分とかか、目尻のあたりにかけて塗る人が多いって、メイクもいろいろありますね、うん、だってあれ私前その目生きて、まあ、こうメイク室とか行かせていただくんですけど、はい、収録の時に髪の毛一回洗わしてもらったことあってんなでなんか髪の毛洗わしていただいて、わ助かったと思って、で春もメイクしてもらってて、うん、で私全部ギャルメイクとか髪の型とか髪の毛乾かしてもらって固定してアイメイクして全部終わっても春ネイジまた化粧してたの、燃えて春ネージュも気になるし春の方が実は用意がなかかんねんな、そうそう、だって私はそのもう髪の毛もやってもらったし、うん、メイクもやってもらったし、一番でも何が時間かかる、あの眉毛整え、それ以上春の秘密は言わんとき、じゃあもう眉毛まで言ったらわかるって眉毛整え、春の可愛さの秘密教えません、じゃあもう眉毛整えてもらってたやん絶対、けど恥ずかしかったの、荒川の方がさっきお願いしますって言って出てった時、まだおるまだおる私って思って、学生時代とかめっ
ちゃ悩んでたな。中学生ぐらいからおでこできだして、うん、この恥ずかし隠されへんねん。ずっと私センター分けで生きてきてるから、うんうんうん、で前髪のパツの時期とかあんまないんない。で前髪切って隠せるかなと思ってやったらやったで、普段空いてた部分が髪の毛と当たったり汗とかで余計荒れて永遠なんかなと思ってしんどくなってたけど、で今では堂々とねすっぴんで。でスピン NG なの？そうやで。だからこう案件やから春はスピンになってくれたやんな。ありがとうな春。ありがとうございます。ありがとう。今後もよろしくお願いします。お願いします。ということで以上。じゃ無理無理無理。メイクも終わってないし、はっということで春が生きたので終了。ちょ、生きたら終了とかないやろ。え、そんなん使ってた？これずっと使ってる。まつげ下地。え、な、何が違うの？まつげ下地と普通のマスカラって。伸びが違う。変わるんや。多分。多分かい。そのニキビを予防するために気をつけてることみたいなある？うん、でも気をつけてるとかやっぱり洗顔。うん。がだからそのメイクも私クレンジングのオイル系とかを使ったら荒れたりしたり、うん、あんのよ。アウアワンで、うちの妹も言ってました。あ、言ってた。油系あかんねんて。ああそう、それですぐ荒れちゃったりとかあるから、そっちも探さなかねん。そう、そっちも探して、クリーム状のやつで優しく時間かけて、で洗い残しをなくす、はいはい、もうほんまに基礎やけど、そういうのめっちゃ調べて優しく洗って、だからこすったりとかわーってしてもらったら逆に肌弱いから、うん、それが悪化したりするから、ニキビとかでき始めとかちょっとできてるなっていう時はもう優しく優しく時間かけてやるっていう、もう基礎をやってるな私は。で化粧水とかもパンパンやって、パックとかもするようになったけどね。え、その保湿で。保湿で、保湿をおろそかにしてって乾燥でパリパリなって、うん、でニキビもそっからできてとかで、うんうん、で1個おろそかにしたらもう全部の肌が終わっていくから、私。あ、なるほどね。だからどれかけてもあかんねん、あかんねやっていうのを大人になって気づけて、それをちょっとずつで、アクネイジさんあったらそのできた時も治療薬でちょんちょんとお助けいただいて、うんうんうん、でスキンケアもその後も自分のこっから変わらずやっていきたいなってのはあるね、うん、私は普段やってることは。あれ、半身浴してるやん春。半身浴してる。それはなんでな、まあのんびり浸かるのが好きってだけやねんけど、運動せんから普段、うん、汗を出すっていうのと入浴剤がハマってたって。よし、春の前の家の水圧が弱いんですよ。めっちゃ、えってシャワー私借りたりするやんか。借りに来てたな。ほんまに人として絶対あかんけど、何やこの水圧って言って、切れてもうたもんな春で。だから水圧弱いからその半身浴してたんや。寒いから。なんでそれ隠すん？そのなんか、いやだから趣味でみたいな、まったりしたくてみたいな言い方。だって今寒いから。ほんまに弱いね。ほんまだから寒い日とかやばくて、だから食べて芯から温まらんと寝られへんから。だから今東京来てシャワーの水圧激強なんや。あ、そうなんや。半身浴一回もしない。温まるからもうポカポカやからシャワー。なんでそんな嘘ついたんさっき。まあまあそういう時代もあったよね。まったりしたくて、まあのんびり浸かるの好きってだけやねんけど。喋ってた喋ってたで。このまつげののりも最近100均。ええー、うん、じゃあ便利やん。何でもあるな。ある。まつげは相変わらずカスタム2枚重ね。2枚重ね。つーちゃんと小森純ちゃんの2枚重ね。伝説コンビ。伝説の2人。2枚別のやつを重ねてんねや。そう。でもさ、あれ、思い思われ振り振られとか知ってる？やってた。やってた。うん。思い思われ振り振られやった。え？思い思われ振り振られじゃん。いや、じゃあ地元のマナが言ってんねんから。いや、知らん知らん知らん。思い思われ振られて。マナが言ってんやから。あんたの地元のギャルが言ってたかも知らん。それは。マナに。ニキビができた位置でさ。あったあった。花やったら両思いとかあった。あった。花は両思いやった。確かに。ここはないもんな。既読無視されがいや、そないやで。こんなピンポイントでもできだすやったら、そのめっちゃいろいろできんで、ね、多分。で、思い思われ振り振られ、既読無視され、駐車場でキスされ。ほんなら私やん。私だけの特権よ、それ。そうか。いや、でもそう、あったあった。めっちゃやってたよな。できてショックやけど、なんか両思いとか。花やったら嬉しい。嬉しかったりとかあった。あったね、そんなね、楽しんでた。それで気持ち上げてたね。自分的にできた？あと唇、唇をまず、はい、赤を塗って、これ2種類ぐらい混ぜてんねんないつも。そう。で、この赤をこっちごいします。怖い。これが怖いね。で、もう一個のピンクのやつ。ピンク。へえ。
それ山田さんと安葉さんという作家さんが言ってたね。はい、完成です。おー、できました。危ない危ない、ちょっと待って、大事なとこ忘れた。ここ塗らないと絶対に漏れない場所、最近全然ちゃうなって分かって。あ、そこをやることで、うん、それ教えて。このキラキラをここに、これ全然ちゃうで、もうここにキラキラ入れるの。あ、この目頭のあたりね、うん、はい、できた。おー、できました。ギャルだ。完成ネージュ、ジュリアクネージュみたいに完成しましたね。完成しました、イエーイ。さあ、ということで今回マキロンアクネージュさんを使用させていただきまして、はい、ギャルメイクも完成しまして。そう、完璧やんもう、うん、で今回ね、まあローションタイプとクリームタイプ使わせてもらったけど、じゃあ荒川とかそのクリームタイプを使用させてもらって、うん、で化粧その上からさせてもらって、どうやった、使ってみて。なんかさ、ベトベトなるやんクリームって。結構そういうの多いよね。で、うん、あの化粧のファンデーションが浮いたりとかにつながったりすんねんけど、うん、全くなくて。確かに別にそろそろやったから、メイクもそのまま普通にできたなって思いました。ほんまやね、忘れてた塗ったこと。あ、それぐらい組み込んでたんや、1個普通に。それはでもいいよね。ここに支障ないのはめっちゃいいなって思う。その毎日のさ、ルーティーンの中にさ、邪魔にならんっていうのはめっちゃいいなと思いました。女性はメイクとかね、毎日したりとかもするやろうし、うんうん、こっちのローションタイプの方も使いやすいしね、このデコルテ部分とかも。マキロンアクネージュさんに一つだけお願い、最後に。はいはいはい、いいですか、もう、うん、マキロンアクネージュさん、ローションタイプが 100ml なんです。これ 100ml じゃなくて 9ml 足して109ml、マル9リットルにしてよね。もうギャルの願いすぎね、それは。ギャルの願いでございます。あと 9ml 増えますように。ということで今回、はいはい、アクネージュさんを使用させていただいたんですけど、こちらの商品の紹介をこちら概要欄の方に載ってますので、はいはい、はい、100ml かどうかとかも確認を。そう、これ 100ml なんでね、ローションタイプは押してください。はい、ということで皆さんありがとうございました。最高すぎた、ありがとうございました。